はい、皆さんこんにちは、釣り坊主です。今日めっちゃ暖かいですよ。今日何度なんやろうね、気温ね。今ね、昼休みに海に来ました。うちの店からね、海までね、2分ぐらいで行けるんですよ。ほんとめっちゃ近いです。昼休みに海で休憩が取れます。はい、今ここ車の中やけ暑いですよ。もう窓開けちゃうかね、今閉めちゃうんですけどね。釣りしてみる？釣りしてみますか？水槽に入れる魚釣ってみますか？なんか釣れるかな？でも水温は冷たいけな、釣れるかもしれない。もうちょっとやってみますか？はい、穴釣りの竿ですよ、これ。So glad I found you the old-fashioned way. I'll write to you with ink from a pen. Feel the weight as the words sink again. My mindさんの沈め、ちょっとカゴが引っかかって終わりやった。ああ最悪や。ありますか？はい、それでまた続きは帰りにやって帰ろう。ちょっと30分ぐらい釣りしてみますか、ね、今3時11分なんですけど、俺4時にちょっと行くところがあるんで、ちょっとそれまで釣り行きします。まあ30分ぐらいかな、正味。はい、やってみましょうね。はい、何にも当たらん、30分何も当たらんまま経過、30分経過して終了でした。頑張ります。それでは失礼します。今日道場です。今日も道場です。それでは、はい、うん、あ、今日も来ました、この恐竜が恐竜よね、この人ね、スコットノート、スコットノートよね、本当令和のスコットノート。スコットノートって誰か分からないね令和のスコットノートよね、絶対に知らんのだ、スコットノート。はい、この人は誰でしょう。田村さんです。柔術のチャンピオン、 大会優勝しましたね。ここちょっとここに入れておこうね、写真をね、テロップを、テロップやないで、あの時の写真を。寝技クラスの柔術家です。ありがとうございます。はい、練習来てください。寝技はお任せします。もう寝技の魔術師。はい、ありがとう。この子がね、プロになった宗谷君。すごいよ、この子も大先輩スナイパーさん。スナイパー失調やろ、聞いたことあるやろ。スナイパーって聞いたことあるやろ。ゴルゴ13やけ銃剣のゴルゴ13って言われちゃったけ、うん、ずっとおった昔ね。はい、またお願いします、はい、ということです。ありがとうございました。また来てください、練習に来てくださいね。はい、それでは失礼します。いやいや、いいよ。
あ、ええー、ね、この動きはやっぱり波のスコットノートじゃない、ね、うわ、やばいやばいやばい、あ、いたいた、今殴られちゃうよ、絶対カウンターもらっちゃう、あ、ラスト5秒、はい、交代、恐竜じゃねえ、ほんと恐竜じゃねえ、これすごい、今日も来ました、波のスコットの恐竜がやばいやばい、恐竜よね、やばい、あ、いたいた、今殴られちゃうよ絶対